ニモセイ・ダスティは、カナダ・ブリティシュ・コロンビア州、ニューウェスト・メンスター出身のアイスホッケー選手。ポジションは、ゴールテンダー。日系人の父とカナダ人の母の間に生まれた。WHL でプレーした後、イクル・アイルのチームを転々とした。長野オリンピック前に、日本代表入りするため1994年来日、1997年12月に、 帰化が認められ1998年1月17日、長野オリンピック日本選手団に選出された。1994から95年シーズンにより、西武鉄道アイスホッケー部に加入し、第30回、第31回、第34回の日本アイスホッケーリーグの優勝に貢献した。二千二から三年シーズンを最後に、西武鉄道がチームを解散した後は、 オーイーグルスに加入した。長野オリンピックでは3試合に出場。予選リーグのフランス戦では、第3ピリオド18分28秒まで2から3と、接戦を演じ、フランスが1人退場し、パワープレイチャンスとなったところでチームは、芋セを下げて6人攻撃での同点を狙ったが、逆に2失点2から5で敗れた。 NHL 選手も含むベラルーシ戦では固い守りを見せて2から2の引き分け、13位14位決定戦となったオーストリア戦では3の3からシュートアウトのスエス3から2で勝利し、インスブルックオリンピック以来22年ぶりの勝利に貢献した。ありがとうございます。